皆さんこんばんは。地球エイジ結婚代表で今日の進行役を務めます関野義晴です。今日のゲストは、大竹邦義さん、新潟県村上市三福町です山熊田、山と、熊と田んぼ の、 あの地名でわかると思います。あのもう、山に入ると、まあ、狩りをしていて熊を追ってて、もうすぐ、鶴岡市です、ね、こうに入っちゃって入っちゃいけないんですよね。入っちゃうことがあってすごく 気にしながらあの山をあの歩いて、で、僕はもう17年前から、4月に、鹿狩り、熊巻狩りというやり方、4月が一番こうなんていうか、3月はまだ寝てるんですね、熊は。寝てるじゃない、寝てる、あ、冬眠、でもあれ起きてるんですよね、出産もするしますしね。で、4月になると、5月になっちゃうと、今度はブナとかが芽吹いてきちゃって、見通しが悪くなる。で4月は真っ白なんですよ、まあ、そこに黒いクマが動くと発見しやすいの で、 でそれでクマが僕が説明することはないですあの巻き狩りという狩り方を4月にやって、それにいつも、昔通ってました。で、まあ、夏にも家族と一緒に行ったりいろんな、まあ、すっかり22家族、何49人今ですか。で21家族は大滝さんなんですね。1家族が佐藤さんで、だから名前で呼んでも佐藤さんって言ってもみんなが振り向いちゃうので、国吉さんってみんな名前で呼び合っています。で、今日は、最初に何喋ってもいいかって、あの2時間全部喋っても昨日の人は2時間全部喋りましたから、あの一応1時間ぐらいか30分何でもいいから喋ってください。で後から、対談で写真もあるので、あとちょっと、動画もあるんですね。あの山熊田は、私が世話になっただけじゃなくて、私のチームというか、あのカヌーを作るときにロープを作る学生卒業生たちと、それから、職運ですね、土地持ちを習いに作り土地持ち作りを習いに行った連中もいて、すっかり品をあの、これも僕が言わなくてもいいけど、あのその熊狩りを巻狩りをして、で品売りをして、品売りってあの沖縄の芭蕉と静岡の葛織と品織って、まあ、三大名府として有名なんです。それを作っている。でなおかつ、巻狩りをして、なおかつ焼き跡をやってるのは山熊田だけなんですね、全国で。でそういう村です。じゃあいいですか、はい、よろしくお願いします。こんばんは。今までご紹介いただきました村上市山熊田の大滝邦義と言います。よろしくお願いします。じゃあ座らせて、関野さん今ほど言われましたけど、うちの集落は22軒、海から18キロ離れていまして、どん詰まりで、そこから奥は集落がないというところでございまして、そこから県境になりまして、あのその裏が山形県の村上市になります。そういう雪深いところで、うちの方ではこの前の12月7日にもうすでに1メーター雪が降りまして、本当にこう雪で今除雪が大変なところですが、去年は大変こう多くて3メーター以上も雪下ろしをしまして、
雪が降りまして、年5、6回雪が降りましたら、大屋根よりも下ろした雪の方が多くなって、その雪かき用の方が大変な一年でありました。そんなところで、うちの方はこう山熊田、さっきも言われましたが、その山熊田という名前は、うちの方の生活の一番こう重視した、生活で一番大切なところから上から取ったということで、一番うちの方の山熊田で生活を営んでたのが山で営んでたと。そして熊は、うちの方は冬になると陸の孤島で、車も通えない時代がずっと55、6年まで続いてたものですから、やはり冬の場は自分たちで肉を食べたり保存をしたり、あと熊の井で、熊の井というのは万病の薬ということで、どんな病気にも効くということで、そういうのを自分たちで薬にして大切にしてたということで、熊が2万人来て、田んぼというのはうちの方ではあんまりないんですが、5ヘクタールくらいしかないんですが、それでも田んぼも十分ではなかったんですが、田んぼもしていたということで、山熊田と名付けられました。うちの方の1年は、先ほど言われましたけど、熊狩りから始まって、年を通して山で生活をしていた時代がずっとありました。うちの方の山熊田の男衆は、前は小学校1年生になると熊狩りに、学校も行事ということで、やっていた時代がありました。我々が中学校まで、そういう時代がありまして、そして熊を取ると、その行っていた男衆全員が平等に熊の胃も肉も分けて、集落でそうやって肉を分配してた。よそに売ることは一切なく、全部自分たちが自給自足、自分たちの、肉は食べ、熊は皮は自分たちの敷物にしたり、で胃は薬にしたということでやっていました。ですから、それですから、みんなが共同でその熊狩りをやっていたんですから、その巻狩りというのがうちの方では流行っていました。当時はライフルは一丁もなく、ほんの5、6メーターまで近づけて撃つのがうちの方の熊狩りで、熊を撃つ人と、てこうなる、なっている人とこう分かれて、今年は1月の2日に的を撃つというのをやるんですが、それは今であれば標的射撃ですが、それは今も毎年や、本当はこれはできないことなんで、後の方の行事、神事ということで今もやらせてもらっておりますが、その時に的打ちを、その鉄砲を持っている、銃を持っている方々が全員集まって、その的を打ちながら、今日の今年の熊狩り、熊を仕留める人は誰だかというのを決めるんです。それは本町場というので、本町で一番町というんですが、その本町場を決めて、そこで決めて春に、の準備に当たるんですが、その本町場になるのがみんなからこう夢でとなりたいんですが、なかなか若いうちにはその本町場にならせない。いつもこう、こちらはずっと、私は23から10を持ちましたけれども、40過ぎ、50近くまで鳴子の方で頑張ってきた時代がありました。で、春の熊狩りというのは有害鳥獣駆除ということで、本来の獣の狩猟時期というのは11月15日から2月の15日で終わるので、あとその春の方は、有害鳥獣駆除ということで、市から今年は何頭ですよという決められた頭数で駆除をしていたということでありました。ですから前、大昔には何頭取っても、先ほどうちの県境がすぐそこに、歩いて3時間といえば県をまたぐようなところにあるので、そこを越えて、前はうちの山形県の
大鳥湖というところがあるんですが、滝太郎で有名な、そこまでもうちのじいさん方は熊狩りに行ってたということも言われましたけども、その当時は何日も泊まりで、熊狩りに行ってたり、今はこう通いで近くしか行けない時代になりまして、やっています。その熊狩りが終わりますと、春のゼンマイ織りが始まりまして、ゼンマイ織りが大体5月の末から5月の連休から5月の末にかけてゼンマイを干すんですが、取ってきて大体5、60キロを取ってきて、それを干してゼンマイは売るんですが、それをゼンマイが終わると、先ほど言いましたが、うちのには品織という伝統工芸品が、品布というのがあるんですが、その6月の末から7月にかけて品布の皮剥ぎをするのに、それも一家全員でみんなで品の皮を剥ぎをして、皮を剥いでそれを薄くまた一本一本裂いて、それを煮て焼いて、こう煮ての瞬間、そういうのをこうずっとして皮剥ぎをして、7月それが終わると、今度焼き畑というのは、焼き畑の株巻きがあるんですが、株巻きは7月の初めから、山の雑木を切ったり杉を切ったりしたところをきれいに、焼くように全部こう、例えば乾燥をしたり、乾燥して焼かれるようにみんなこう整備をして、そして夜焼くんですが、焼くのが8月の初め頃に焼いて、それから焼いたらその灰をが、こう肥料になるということです。それが焼き畑の、焼き畑の授業でやっていて、焼き畑の種まきをしまして、それが終わると、その方は田植えだった、田んぼの稲刈り時期になります。稲刈りの時期が終わりますと、今度その焼き畑の株付けがあります。株付けは今うちの方に、そのなりわいの里というその品風の会館ができているんですが、そこで株付け、株のイベントを、株付けツアーというのをやってるんですが、イベントを毎週土日に参加者を募りましてやっております。そのようなこう一年が前は、昔にはなりまして、今もまだひっそりとそういうことをこう続けている小さな集落でございます。私も今58になりましたけれども、中学校までうちの方の集落に小学校がありまして、今は統合して亡くなりましたけども、で高校は村上市の方に来まして、高校卒業してからずっと地元で働いていまして、ずっと未だにその集落で暮らしております。なかなか今人口減少が厳しくて、なかなか若い人が集落に残らないので、本当にこう寂しい限りで、年々こう人口が減っているというのは、大変こう深刻な悩みになっております。銃を持っている人も、前は、ほとんどの世帯で銃所持者がいたんですが、今は22件のうちに5件しか銃を持っていない、持っているところがありません。若い人でも私より今3つ下が、保持者が一番若い銃の持ち主になりました。でも去年の春に、そういううちらのこういろいろなところで関野さんとかとも出会いしながら、いろいろこう交流を募っていたところ、山で働き、この銃を持ってみたいという、新潟の上越市の方から大学卒業した子が、うちの方の森林組合に
従事しまして、うちの方に、移住して空き家を借りまして移住して今暮らしています。とてもこう気持ちのいい子で、昨日もうちのせがれと同じ年で帰ってきたら一緒に酒飲んでいたんですが、まあそんなことで、うん、ちょっとはこう嬉しい話題もありますが、なかなかうちの集落でもそんなことで、これからどのものにしてもこう継続してくれる人が少なくなっていて悩みの種です。あれくん、うちら小さい頃はやっぱ熊狩りに男衆は行くのが一番こう魅力的で、うちら小さい時にはどこのじいちゃんが熊を取ったとかっていうのがやっぱ自慢でいました。だからうちらは俺も大きくなったらそういう熊打ちをしてこの集落に残りたいと思ってたんですが、なかなかうちの子も今また新潟の方にシフトで行って、ほとんどこうその銃のものに対して何も趣味が興味がないって、本当に私もこう心配はしていますが、来るたびにする巻狩りにも連れてったりはするんですが、まだ銃の持つ気もないし、なかなかこう、銃をこうこの手法がいつまで続くのかというのが心配でいます。私もこう熊は何とも言っていますが、やはり一番町という本町場に待って熊がこうの登ってくるんですが、やっぱり一番近くで撃つのがやっぱ一番命中率があるんですが、なかなかこうずっと遠くから見ていると、熊も人間を分かって、小さい熊でも毛をずっと大きく立てて自分が大きいんだぞというふうに見せて、人間がのいると分かると、熊は目はあんまり小さくてその良くないんです。ですからそんなにこう人間が近くにいてもそんなきちっとはっきりは分からないんですが、匂いが彼らはすごく分かりますので、人間のこの匂いと火薬の匂いすると、なかなか50メーターくらいに来ると登ってこないんです。うちの方もずーっと待ってるんですが、やはりその気配を感じないようにずーっと待ってるんです。そのところの駆け引きがなかなか馬と人間との駆け引きがこう誰にも言わないこう微妙なところと、ねえ、いつ来るんだと思って早く打つと逃がすし、それを5、6メーターまで寄せて打たないと、とやはり全員が何十人もの追い手がその私一人のためにその熊を追ってくるわけですから、やはり逃がさないように慎重に、その重圧感とどうしても取らなきゃならないというそういうものがあって、そういう充実感もあります。ですからその絶対逃がさないと思っていてもなかなか逃がすところもいっぱいありまして、ですから本音でうちらの方こう酒飲むと喧嘩したり、お前今日はなんであそこで打たなかったとか、なんでお前はそこでならないんで逃がしたとか、喧嘩の言い合いみたいに本当にこうすごい討論になりますが、また次になると酒を飲み交わして明日になると、またいつ団結して、その取らなきゃならないという、本当に一つの目的で、村を一つにするとか、その集団が一つになるとか、そういうことが大切だということをつくづく感じております。ですから、そのうちの方は親方っていうんですが、その親方は本当にこう慎重に、今日はどこの蔵に行ったら熊がいるかと、その選定はやはりその親方がやるんですが、その選定でその今日その熊が見つかるか取れるかっていうのがなかなかその選定も難しくて、親方はすごくこう、私も十何年前は10年くらいちょうど関野さんと会った頃私の親方をしていたんですが、今はまた変わって私より若い人に親方になってやっていますが、
そういうことがこうすごくして、うちの方は前はこうあまりよそ者を入れたりすると熊が取れないとか、いうこともありまして、なかなかこうよそ者を入れられたりしないんですが、私はやはりこれからはこういうところも熊猟をしているところも珍しいと思いますし、やっぱこういうのを続けるにはやはりうちらの集落だけではなかなかこれは継続できないんで、やっぱり皆さんにこう分かってもらいながらこれを続けなければならないかなというのも感じて、テレビだとも出演させていただきます。やはりそういう我々の昔からのその伝統と、なぜ今熊を取らなきゃならないかというのは、やはり普通の方々、一般の方々にはこう馴染めはないし理解もできなくて、なんでわざわざそんな春に、起きたばかりの熊を取るんだという批判の電話も たくさんいただきました。今本当にね、時代になるとなかなか、熊をわざわざ取って、楽しむというのはね、どうなのかなということもありますが、我々 その祖先はそういう、自分たちがその小さな集落で陸のことになり、何も、よそから手が食べ物が手に入らない時代にどうやって生きるかということで、いろいろな熊狩り、薪狩りと伐採でお力を身を出して、あちこちの集落にも熊狩りのその講習に行ったり、と伐採、木を切るその手法をあちこちにも行ったり、教えたり、そういうことでもう我々のところもやってました。あと炭焼きというのも昔はね、40年時代はずっとうちの集落もやってたんですが、その炭焼きの手法もうちの方は得意で、その手法もあちこちの集落にこう教えに行って、窯をついたり、その炭焼きの仕組みを教えたりして、うちのじいちゃんおばあちゃんはじいちゃんたちは遠くは新潟県の南の方までも、出稼ぎで行ってきたということも聞いております。そんなところで、今ではこうなかなかこう馴染みのない集落ではありますが、こちらの方もしっそりと、これからもそういうことを大切にしながら生きてはいきたいとは思うんですが、なんせ今、鎮魂が減り、後継ぎがいなくなって、大変寂しい集落になってますが、でも、気持ちはいいですし、空気はいいですし、食べ物は何でもありますし、自分たちも作りますし、少しの畑もあります。空いている家もありますので、ぜひ皆さん気持ちがあったら、そちらの方に来て、住んでくれれば助かりますが、そんなところで、どうでしょうか。はい、ありがとうございました。さっき学生とか卒業生たちが品折りを、ハグ、梅雨時ですか、はい、に行ったり、土地持ち作りを習いに行ったり、で熊を食べさせてもらったりというのは、僕らのカナができるまでという映画の中に収まっているので、その映像を見ると山熊田の様子がなんとなくわかるので、最初にそれを見ていただきます。
あとそこはいいわ。あげるに上がりたい。はい。コーヒー飲みこよう。コーヒー。このばあちゃんも今亡くなりました。これそこにいたね。これちょうど10年前です。もう2年もやるか。乗る。納豆もあるよ。納豆すぎたか。いや、でもこれだけで大丈夫です。いただきます。かぼちゃ。かぼちゃ食べるよ。はい。みんな食べるか。食べてろ。私食べる。ピンク食べても。これは私が土屋の食べちゃう。これもちもちで、土地の実を山から取ってきて、これをアクで入れてやるんです。これは今、アクというのは灰です。これが皮を剥いで身を取る、皮を剥いで身を取るところです。好きな、好きなの。食べた。食べ物はどこの人も喜ぶな。皮を抜いたら、3日くらいアクを抜くために水でさらすんです。これは赤株を山から取ってきて、土を下ろして洗っている。山菜が天麻油、わらび、ぶどう、木、いろいろなものが入っています。今度その水でさらした土地の実を一旦煮て柔かくするんですよ。柔かくしたやつを今度アクにつけて、またアクにつけるんです。アクで灰につけて。これは何の灰ですか？この灰もいろいろあります。これは一番いいのが臓器の硬い木の灰がいいのって、杉とか広葉樹の灰はなかなかいい灰にならなくて、
もうこういう漬物があるような肺にもちょっと悪くなるんで、うちの方はほとんど臓器ストーブが臓器なもんですから、薪全部の集落が薪ストーブです今で。もかずが食ってん、これ嫌な作ってるんだろ、笑いで作ってるんだろ、本当に聞いてるぞ、ほら、杉の木で作ったはどうなんずだ、ぶなで作ったはどうなんずだ、みんなそれ、うん、分かってごらん、これ。熊町、今日も熊町行ったなんぞ。熊町あっちの山からこっちの山まで、はーっとなって、そうして熊を人の分にあげて、で、ぼぼちゃぼちゃ。今日行ってるんだ。今日も行ったと。熊狩りは男の行事なんで、女は一切入れないという、うちの方に言われて、今までも、一度もやったこともあるんで。熊の骨って太いんだ。これを、これは手羽根。あ、本当だ。はい。これはこのままでこうやって持って、熱いから、あの、ガブでもかぶってみて。ガブってかぶりつく。なんと見えろ。うん、やめらんねえよ。こういう肉着てると人間まいたいの正直になって正直になって、この熊が木の実とか素手のものしか着てねえからよ。うん、そうだ、人間の作ったのがおっぱねえ。これは最後の仕上げで、あの、アクで使ってアク抜きしたやつを今度、小さい薄い皮があるんで、その薄い皮を剥いで綺麗にして、最後の仕上げになります。まあ、じゃあ、ぶちもち作りは誰になったの？昔から好きな。昔から、何百人の目から好きだこと、そしてそれ、順々にね、好きや。うさぎどこでもこれは作らねえもんだ。の愛もねえば、何もねえば、ほら、水だたりも、小川村だか水道だろ、どんどん出して、何の水もおかんにす。そのから、山中はほら、みんな自然の水で、何の水知っておくのが、いいすの、うん、それだね。それ、どこでもこれは作られるもんでね。Thank you.
で結局とちもちを作ろうと思ったんですけども、きれいな水が流れているところでなければできない。でこの今の15分ぐらいですか、10分ぐらいの映像を見ると山熊田ってどういうところか分かると思います。きれいな水が流れているということと、例えばエワノをとっても熊をとっても一番こう刺激的な言葉はやっぱり人間、熊はなぜうまいか、人間の作ったものは食わない、別に工場で作ったものは食わないということだと思うんですね。要するに、草を食べてる草食動物を肉食動物が食べて、そういうものをしか食べないという、そういう場所なんです。で結局マテバシですね。マテバシって生でも食べられます。アクがないんです。だから、それはどうもクッキーを作る。で私たちも、インドネシアから日本に来る時の行動食に使わさせてもらいました。で甘みは蜂蜜で、作って、それを用意して、で、まあ、品盛りの映像もあるんですけど探すの大変なんでこれ書いた、で国吉さんがまあ、みんなどんどん若い者が出てきちゃってとか、まあ、日本全国が少子化とか、まあ、人口減少、特に都市に集中、まあ、東京に集中するとかな中でやっぱり国吉さん残ったわけですね。なんで残ったかよく聞かれますか。いや、あんまりそんなに聞かれないけども、まあ、うちの親父もこう炭焼き、ほとんど山で生活していたのを私は小さい頃から見ていたし、その小さい頃から仕事にも携わってきましたし、また熊狩りにも小さい小学校1年生から行ってきたし、と炭焼きになると、炭を釜を止めに夜お父さん、親父と一緒に行っていたから、なんとなくこの山で暮らすのが俺の生活の中に溶け込んで、私もそういうもので生きた方がいいんじゃないかなというふうな、その山の良さをこう感じていましたんで、どうしてもその都会に出て働かなくても、ここでもいろいろなことで楽しいこともあるし、自然の素晴らしさが見えていたので、なんとなくずっと、ただうちの小さな集落にその中にうちの家があったと、あったからそれをその中で生活が、できるから、どうしてもそんな都会に行きたくもなかったし、その都会にもあまりこう魅力も感じなかったり、それよりも山の方のマタギとか、いや山菜採りとか、あれマイタケ狩りなんてもやるんですが、遠い秋になると1本で10キロくらいも出る時があるんです。何日も探しても取れないんですが、やっぱその取れた時の瞬間、そのすごいこう切ない思いをしていって、それだけの砂の快感とはなかなかこう誰にもこう言ってもちょっとわからないんで、やった人でなければわからない、そういうところを、まあ、そういう魅力が私はこうずっと前から次だったし、そういう良さがまだ山君にはあったのかなと思いながら、今まだ私もその舞茸狩りもやりますし、舞茸は親子でも教えてくれないんですよ。うちの親父も死ぬまで自分の取った舞茸のところを教えなかったですよ。だから自分たちで開拓しないと、なかなかそういう大きな舞茸が出る木を探すのは容易になかったんで、それを今
自分の足で探しながら、その見つけると、やはり私は、ね、うちの先生方はそこ山にまだ行くほどのその魅力もまだ感じてないんで、聞いたら教えようと思いますが、まあ、そこまでですから、やっぱそういうことをやる楽しみもすごく今張り合いがあって生きてまして、ですからもう仕事が退職したらまたそういういろんなことでこう一日中自分の好きなことがまだ山雲なりができるんではないかという魅力も感じています。ない取りにくいものが取れた時の喜びって、例えば熊もやっぱりそんな簡単に取れるわけじゃないですね。だから舞茸もそうですけども、実は先月どういったっけ、高城松原さん来ていただいて話していただいて、一緒に熊狩りに行ったことがあるんですね。で一緒に歩いたんですけども、で彼なんかも、まあ、その初めて4年半かかった取るまでに、ね、初めて熊高でウサギを取った時の喜びを言ってましたよね。こんな幸福な人間は世界中で俺一人じゃないかって、それほどこう嬉しい。それはそう、4年半でやっと取れたわけ。だからすぐ取れちゃったら面白くないんだっていう、そういうもんだと思う。難しい困難なほどそれがこうできた時の喜びですね、が大きいんだと思いますけども、で人口減少の中でその若者が来たというのもう一人、今の光の奥さんの話、私たちはこの春と秋にもブナ林を歩く会というイベントをしているんです。残雪を歩く会なんですが、春になると雪が凍って硬くて脱がらなくなるんです。その山をこうブナが、ま、すごく吹雪いて、すごくこう綺麗ですし、山肌もすそういうイベントをずっとしていたんです。今もやってまして、そこで今の棟梁マタギがまだ独身なもんですから、ここに今日も仲間来てるんですが、山川という方にお願いをしまして、うちの方には嫁が来る気もないし、そういう見合いの機会もないんで、ぜひそういうこっちの山川までに魅力がある方がいたら、うちのその山登りのイベントに誘ってきてくれということで誘って言ってくれ言ったんですよ。そしたら山川君も真面目になって2人の自分の仲間を連れてきまして、その一人の方が、その初めて山熊田に来たんですが、その山熊田の魅力と、うちの方の素晴らしさ、その人間さに惚れまして、今の棟梁と一緒になって今住んでおります。彼が今57かな。その嫁さんが今40くらいですかね。4年前でした。ということで、その方はいろいろなこうことをやっていまして、芸術家でもあるんですよね。現代アートをやって、でいっぱいいろんなことやって、全国回って歩いてたんだけど、結局収まったの山熊だ。純子さん、なかなか魅力的な人とか、はい、今日も来たかったらしいんですけど、旦那がうるさいんで旦那が焼き餅を言うから、俺と二人はだったらダメなんて気持ちでしたけれども、本当にもその方が来てから女子会なんても始めまして、月に1回ずつ、うちの嫁もそうですってけれども、嫁たちが飲んだりして、こう自分たちの楽しみをその集落でも持つようなこともやりながら、やってましたので、本当にこうこの方が来て集落もこう活気が出てきましたし、こちらもこう大変こうありがたいなと思っております。
まあ、芸術祭に全国渡り歩いてて、で結構終わると飲み屋に行くんだけど、山熊田は何もないんですね。スーパーはない、コンビニはないだけじゃない、店がない、飲み屋なんかあるわけないんで、でも各家が飲み屋だっていうんですね。やっぱりどこ行っても受け入れてくれて、どこ行っても酒を勧められるのが山熊田で、逆にみんな大変なのは浜祭りの時ですね。すごい量飲まされるんです。で僕はいろんな人間連れてって大体持たないですね。コップ、茶碗、お茶飲む茶碗に日本酒を入れて一気に2杯飲まされ、それを何回も回ってくるんですね。みんなこうそこを出ればいいんだけど、その日に帰ろうとするとみんな駅で帰って、ゲームに入って。熊が取れると熊祭りというのをやるんです。本当にこう熊というのは本当にこう大事なもので貴重なものですから、やっぱ、祭ってまた次にも取れるということをしたいということで、熊祭りとやるんです。そしてそのさ、今私の方は最後の締めということで、おのぼりというのをやるんです。おのぼりというのは、3合くらい入るコップに2杯注いで、それを冷やだけで一気に飲み干すという習慣があります。それを来た方々全員がやるというのが最後の締めというであるんです。それなぜ始まったかというか、そういう隠し、なぜ始まったかというのは決まったようなあれはないんですが、前はこの酒というのもあまり飲めない時代だったし、特に若い衆はその熊釣りでも熊の料理でも全部男衆が全部やるんです。若い人がその熊祭りの準備から何から、ですからほとんど若い人というのはそういう熊使いで、酒なんかあんまり昔は飲めなかった時代なんで、最後の祭りくらいは若い衆も平等に飲ませたいというようなことで始まったんではないかなというようなことも、前の年寄りさんが言ってましたけども、そういうことで最後にはみんなが一気に、おのぼり頂戴いたしますということで、始めるんですが、お先に頂戴いたします、そういうことで、2杯皆さんに飲んでいただくという、飲まないと取れないから、どうしても飲んでいただけなければ時期熊狩りを取れないということで、皆さんに来ていただく方にそうやってお願いをしているということです。それは、熊祭りとお正月、正月の1月2日の幕末の行事の時、その2回おのぼりを最後にやる習慣が今も残っている。富士山が若い頃は、道路だった。なんか昔は道路だった、はい、前はうちらの時代になってから道路はないです。はい、40年、30年から40年頃は全部自給で道路を自分の家で作っていましたし、ですからほとんど道路が主でした。酒屋さんもなかったし、狩りの話に戻るんですけども、銃が減ってるっていう原因は後継者がないということですね。で、あと散弾銃ですね、普通それがライフに変わってきたっていうのは、ライフルは標的が300、400、500m くらいの馬で持てるんです。散弾銃ってのはせいぜい遠いところでも 50m 過ぎると命中率が下がるものですから、今どうしてもこの巻き狩りよりも熊を見つけてその遠いところでも撃てるような銃ということで、今ライフル銃がみんなこう進んできまして、うちの集落も3丁、2丁がありますし、あと
今うちの集落だけでなく、やはりうちの集落だけでは熊狩りができないものですから、よその集落からもハンターをまたを呼んできてはやるんですが、その方々がほとんどライフルだものですから、一番打ち手を決めてはいるんですが、そこまで 今どうなかなか熊をその打つところまで追ってやれないというのが、そのような人数のこう少なさも出てきましたので、今ライフルで仕留める数の方が余計になってきました。ですから本当であれば本来の巻狩りで散弾銃で近くで撃つというのをやりたいということで何回もこう挑んではいるんですが、なかなかその追い手がそこをその熊をの撃つ手の方まで追っていけない、その技術がない人がこう増えてきましたので、私が三役もできませんし、そういうところで今深刻にこうなっています。どうしてもその遠いところで撃つライフルが主になってくるような感じになってきて、本来のうちの方の巻狩りがだんだんにこう伝えてきているのかなというところもあります。図書いてます。でもっと多いですね、施工が。はいはい。でこの人が足りないと施工がいなくなるんです。でいいですか。はいはい。あの熊は上に逃げる性質を持っていて、はい、上に逃げる。で熊が見つかると上何か町っていうか。これが鉄砲隊なんです。でこの一番高いところが一番町ということで、ここに最終的に残せていって熊を仕留めるという手法ですので、こっちの方に熊がいたらこっちの方からこうなってきて、こっちの方はあんまりならないでいて、こっちの方の主力でこう行くんですが、その熊を見つけるこの反対側で見てその誘導するんですが、その誘導する方々もなかなかこう目が悪くなってその熊を見つけないるのでね、本当にこう苦しいんですよ。はい、この手法を今もこう守ってなんかやりたいんですが、ここまで行かないでこの辺からこう逃げてしまったり、この辺からこう逃げてしまったりするので、この辺にその遠くに撃てるライフル隊も置くんですが、だからここに上がらないうちにこっちの方で撃ってしまうケースが今は余計になってきているんです。でその純子さんっていう源田篤人と結婚した剛さんって今の親方なんですけども、僕は行くと必ず彼の後ろくっついてって必ず一番いいところで待ってるんですね。でその後ろでじっとしてるんですね。そうすると熊が一回登ってきたことがまっすぐ剛さんに向かってくるんです。でその前に実はカモシカが来たんです。で僕はカモシカどうするのかなって思って、クマがまだ来てないのでまずまあカモシカ取ってからクマ取るのかなって言ったら、もう全然関心示さないのでびっくりしました。でクマ待ってたら本当に追われてきたんですね。でとにかくやっぱりライフルが面白くないのは、まあ、効率はいいんですけども、まあ、当たることは当たるし、やっぱりこの巻狩りのいいところはいかに引きつけるかな。一番いいのは1メートルぐらい、ね、いいわけで、でも1メートルだと失敗すると自分がやられますから、だいたい打つの10メートルぐらいです。いやいや、もっと5、6メートル、5、6メートルになります。で結構勇気があるんです。近づけば近づく、自分が危険だっていう。で結構そんな本当に5メートル以内、ただ躊躇したんです剛さん。なぜかというと山熊田では2歳いる若い熊を殺さないんですね。で要するに微妙なとこだったんです。だからすごく
躊躇してるのは分かったけど、結局打ったんですね。それで彼は心配してたけど、それも下で解体するわけですけども、みんな文句言われるんじゃないか。でもみんなが、あ、これは2歳超えてるって認めたから彼もほっとしたんで、なかなかそういう微妙なところがあって、でそのいろんな規制があるわけですね。熊を取るって勝手に取っても今何頭ぐらい？今は3頭から4頭くらい。前は1頭しか取れない時代もあったんです、何年も。ですから本当はそういう子熊になる成長熊を取っている感じでやってきたんです。でところが要するに害獣駆除で罠で檻で取る熊がすごい数多いんですよね。はい、一時期そのブナの実とドウムリですか、ナラの実がならない時期が 2,3 年続いたんですよ。そしたらどうしてもその柿とか里に落ちてそういうものを食べる熊がいっぱい出まして、人家に出るもんですからやっぱ危険だということで市は罠を許可するんです。そこにみんなかかって、うちらは年間駆除では5、6頭しか取れないんですが、もうそういう時には30頭、40頭もその罠で、取れることもあるんですが、はい、ちゃんと食べたんですかね。なかなかうちの方の集落には前回までは出てこないんですよ。うちらのこの熊狩りをやっているせいでもありますけれども、うちらも年中熊に山で山菜採りから天米採りから舞茸狩りから、いろいろなところで山に入るんですが、うちの集落は今まで一度も熊に襲われたということがないんですよ。熊でも会ってないし、やっぱそれだけやっぱうちの集落の熊はいつでもこううちらが追っているもんですから、人間という匂いは恐ろしい怖いもんだと思って近づかないし、だから集落の周りまでも出てこないのがほとんどであります。ですからその集落の人が襲われたというところもないし、あまり熊でも会う機会もその集落ではないというのが現状でです。ですからほとんどうちの方のでは降りて もか取ったことないんですが、今集落鉄砲隊が少なくなって、うちの集落もよその集落で取れたのを駆除用に頼まれることが結構ありまして、そういう熊を純子もこの前に解体してましたし、はい、持ってきては解体して食べることもあります。ただ問題なのは檻で取ると2歳以下も檻に入っちゃったら処分しちゃうって聞いたんです、はい、全部ほとんどそうです。あと一番今その檻で取ると子熊はどうしてもその檻から、入らないで逃げてしまって、親子熊だけ取られることがありまして、そんな子熊1歳2歳までのない熊になると、どうしてもその餌を取る手法がまだ分からなくて、どうしてもその人家の近くにまた出てきて人家の残飯を漁ったり、そこから離れないんですよ。山で取る習慣がまだ分からない時代に親を熊を取られてしまうんで、そういう熊が何匹かまた集落の人家でこう居座っていて、またそれを殺されてしまうというのも多々見受けられます。熊で恐ろしいのは、2種類あって、子供を連れたお母さんの熊と、あとはゴミ漁りの熊だって言うんですけども、だからそういう熊を作っちゃうわけですね。で昔は国吉さんも知ってる、去年の
今年の1月か2月に来ていただいた田口宏美さん、またぎサミットの、まあ、主催者ですけども、彼が最初10年以上前に言ってたのは、村が弱くなったから熊が出るんだ、要するに、もう食べられないから、その農業だけでは、農業林業だけでは食べられないから、父ちゃんはとにかく出稼ぎに行ってくれってなると、じいちゃんとばあちゃんと母ちゃんしかならない、三ちゃん農業になるわけで、鉄砲持ってないので、だから安心して、熊だけじゃなくて猿もイノシシも全部出てくるという説明だったんですね。でも今年はもうもっと進んじゃって、もう町まで出てきちゃった。で、結局はニュンレッドは野生動物に占拠されるという話を言ってたんです。それについてどう思いますか？本当にその福島ではそれを田が荒れるもんですから、イノシシも今増えてきました。うちのほとんど新潟県にはイノシシなんてはなかった。東北地方、雪のいっぱい降るところはイノシシと日本塚はいなかったんですが、今ずっと北の方までもイノシシと鹿が増えてきまして、うちらの集落までも今イノシシが増えてきております。ですから、その田んぼもそうですし、畑なんては特にそうなんですが、年寄りが生きがいにして畑を作って、小さな自分が食べるだけの畑を今もやっている年寄りが結構いるんですが、それさえもイノシシや鹿や猿に作ってしまい、作ると取られて、みんな食べられてしまって、年寄りが生きがいでやっているその畑までも今荒らされていて、本当に深刻な状況であるんです。それでうちらもこう、狩猟、有害鳥獣、有害に、何日でも参加してくださいと言われるんですが、仕事を持っているので、なかなかその入外駆除にも行けなくて、まあ、市がこう檻をそういう時には設置されればするんですが、なかなかその、それよりも、有害鳥獣の方が、増える数の方が多くて、間に合わないというのが状況で、本当に深刻になっています。でも山熊では少ない方なんですね。少なく熊が少ない。あ、だから熊が出ることはない。熊はほとんど、でもやっぱりイノシシか、サルとかやってくることはある、はい、一番違うのはサルなんです、はい、でも今年は本当に何年ぶりの豊富、ブナとドングリ、ナラの実が豊富で、ほとんどサルもクマも出てこない、どこの集落に出てこない、被害が少ないというのが状況ですので、本当はこう毎年山のものがなれば、猿もイノシシもクマも里には降ってこないとは思うんですけど、ちょっと写真が初めてだ、あ、これ十何年前のその巻狩り、まだこれ雪ないですね、これいつだ、春ですね、で、まあこれで、まあこういうところで、そろそろ熊が出てきそうな感じで、みんな全員が鉄砲を持ってるわけじゃないんですね。というのは、この頃15、6人はいましたね。で、ただ若い人いない、若い人17歳っていう少年がいて、あとはみんな40以上感じで、まあ、待ってる受けの人はもちろん銃持ってなきゃいけないんですけど、成子は別に、セコは持ってなくてもいいので、で、あ、もう解体しちゃった取れてすぐ現場で解体します。あ、まずもともと熊を撃ってた理由は、毛皮が売れる、まあ、肉は食べるということもあるけど、売れるものとしては毛皮と熊の胃ですね。はい、まあ、熊の胃は売るときになると金一文、金の値段と同じだと言われまして、1文目3万円とかそんなぐらいです。
1問目といえば 3.3g ですか、うん、そのくらいの、今も大体そのくらいの値段で、売れています。でもうちの方はほとんど売ることはないんですけども。で、この4月はなぜいいかっていうと、実は熊の胃って胆嚢なんですね。で、胆嚢は、物を食べないと溜まってきます。食べるから出てくるので、で、寝てるわけですから、寝てる時に、だから4月は一番大きいんです、胆嚢が、熊の胃が。だからこの時期取ると胆嚢、あの熊の胃がでかいわけで、これ解体してるけど、やっぱりすごく今でも自分、あ、昔は大事だったんですね。薬草はない、薬草じゃなくて、うちに医者はいない、実は陸の孤島でした、冬は。あの山熊田は今みたいに雪上車が来るわけじゃないし、あのもう病気になったらそこで治さなきゃいけない。で、やっぱり熊の胃が非常に重要だ。私が高校卒業で二十歳までうちの方は陸のことでいましたんで、高校通うのにも、15キロくらい下の方に下宿を取りまして、土曜日になると8キロまでは車が来るんですが、8キロ、5、6人で歩いてくるんですが、3時間くらい雪道を勘違いつけて、そして売るものも買うものもほとんど集落にはないんで、その食料、集落分の食料を5、6人で30キロくらいずつ土曜日になると担いで登っていくと、本当にこの集落の方々がうちらの食料を当てにして待っているんですから、ああ言ってたわ、本当にうちらも切ないんですけれども、やっぱりやらなきゃならないなというような。そうやってその頃から助け合ってましたし、あの先生方も小中学校がありまして、10人くらい前はいたんです。土曜日になると帰るんですが、帰る時になると、集落で番長前って言って当番を決めまして、10人くらいずつ出て、先生方が帰る前に勘違いで雪を踏んでくれて、で、車のあるところまで土曜日は送っていって、こっち昼から行くと3時、4時になるんですが、4時帰ってくると6時くるまで暗くなるんですが、それを毎週土日、日曜日は今度こっちの方に迎え行って帰ってくるという、そういうふうにしてみんながその助け合いをしていましたし、病気が出るとタンカーに村中が出て、こうそれで雪庇というか雪崩で歩けないところをみんな掘って道路をつけて、そして3時間かけてずっとかかったのがね、道路のあると車のところまで、行ったという、本当にこうこのことでしたから、助け合いまとまりはすごくありました。これが熊の胃です。で、解体する前に胃のって何か言ってますよね。あれ何て言ってるんですか。言葉は分かんない言葉で言ってるんですよ。皮を剥がして、まだ内臓を取る前に皮をの熊におまじないをして、これからも熊がずっと取れますように、千匹も万匹もということで、裸にした熊のところに皮をもう一回乗せてこう反対にして、そういう、おまじないみたいなのもやるんです。多分分かんない言葉で言ってた。千匹も万匹も言ってました。それで、すごいのは本当に熊を分けてみんな平等に分けるんですけども、僕らにもくれるんですよね。ついてるだけ、ついていくだけ、何にも足手まといなのに肉をくれる、同じようにで、あれは、いや仲間たちで分けるのは分かるんですけど、
なんで私たちにくれるんですか、ね、だから、その方が熊狩りに行った人は全部平等ですから、そこに参加した人は全員熊狩りたいということで、はい、そういう意識があるんです。で、これが熊祭り、取ったのは土曜か日曜で、水曜日にやって、だいたいそのぐらい。で、その、お平様というか、山神様という、これは土地の実なんですが、それを山の神様にしておくんです。この山の神様には、正月の2日には特集だけが、その備えになっている、その藁の備えを持ってそこに行って、今年1年山で災害がないようにということで、お笑いをしてくる山の神様というのがあるんです。そこに熊が取れた時にも、熊が取れてありがとうございましたということで報告に行って、おみきでお酒をついで、お礼を言ってくるというまじないの行事なんです。その時の言葉も僕たちに分かる言葉です。あ、なるやつ。違う、これここで話さない。あ、ただおみきを垂らして、礼をする。はい。そしてその時に鳴り合いを なるんです。なんか叫んでるんです。はい、それはこう瀬古が追う時と同じ言葉です。はい、はい、なって掛け合いをして、その行事の今日取ったぞというのを集落にも知らせるように、公民館の前にも成り子がいて、ここにおまじないに行くのがほとんど、鉄砲隊のマタギの方々が行くんですが、その方々とその公民館にいる方と山の神に行っている方と双方に成り合いをして、今日熊が取れましたよというのを集落にも聞こえるようになり合いをしているんです。今はほとんど車で行くのでしなかったので、前は全部歩いてきた時には集落が見える近くになると鉄砲を離して、熊が取れた時には鉄砲を離して銃を離してで、ほうほうとなって、今日は熊を取れたぞと集落の方々に教える、そういう習慣もありました。それはこう、熊巻きに行って取れるかこう心配している家族の方に、そういう取れたというのを知らせる意味でもそういうことをやってましたが、今ほとんど車で行くので、そういうことはほとんど今しなくなりますけれども、前はよくそういうことをやってました。あれ、目、脳は食べるんでしたっけ。脳も食べます。あ、で、クジラなんですけどね、それでクジラもいろいろ文句言われてるわけですよ。なんでクジラをっていうのは、極北の場合はみんな先進国なんですね。ロシア、アメリカ、カナダ、グリーンランドはデンマークですし、ノルウェー、フィンランド、クジラを取っている国は全部先進国で、どんな田舎のぐらい行ってもゼネラルストアぐらいあるわけです。だからクジラ取らなくても食えるだろう、生きていけるだろうって言ってるけど、見てると山コマドもそうですけど、クジラ取れた時600人の村なんですけども、村はいつも普段はシーンとしてて、600人もいるの、いつも会うのは 2,30 人しか会わないわけですね。で、ところが取れた時はみんな出てきます。じいちゃんばあちゃんも孫に引かれて、身体障害者も車椅子で、それも生き生きとした顔してるんですよ。で、このなぎなたみたいで解体していくんですけど、本当に今までと違う顔なんですね。でやっぱりそれを奪っちゃう
ていうのは、ほぼ全部食べますけどね、こう売ることはしないわけ、絶対に。だから食べるために取ってるんですけども、でもそれ食べなくても生きていけるだろうって言われると、確かにその出稼ぎしてお金得て、で店で買えば生きていけるんですけども、昔からやってきた漁を、まあ、飲むっていう団体もあるわけです。で、まあ、熊も同じだと思うんですね。別に熊を疑わなくても山熊だは別に食べていけるけども、やるのを文句言う人もいるでしょう。それに対してどういう回答をしてるんですか。あまり回答はしたくないですけど、いきなり難しいことを言ってしまう。私も情熱大陸に一回出たことがあったんです。その宣伝が 出た時に本当にこう、うちにあの何通も電話が来て、うちの母親なんてノイローゼになるくらいありました。なんでそんな今更そんな熊を取って食べなきゃならないんだ、そんな寝ている熊をわざわざ起こしてそんなことしなきゃならないんだ、そんなこと、その熊を取らなくても肉はどこ何でもあるし、豚肉でも食べれば同じやんって言っている人が結構いましたけれども、確かにそう言われればそうなんですけど、うちらはそれで育ってそれが常識という、うちの村にはずっと前からあったもんですから、あれこういう狩猟というのが本当にこう昔から続いたものがそういうことだけでなくなっていいのかという感じもしまして、それをなくして、その例えばこれからもしそういうことが大切になったときに、じゃその手法ができなくて、今また獣害とか熊とかイノシシが増えてきたときに、誰がそういうものを伝えていく手法を持っているんだろうと思うと、あれそういうところもやっぱり残してはいかないければならないのかなとも思ってました。だから自害に悪いことをしているとは私は思っていませんし、やっぱり昔から続いたそういう手法を、生き延びるために我々はやってきたんですが、今には合わないところもありますが、いずれまたそういうことが起きないとも限らないし、俺はどうしてもそういう少しでもそういう手法とかいう昔のなりわいは残すべきだと思ってまして、それで家計を立てるというまではいかなくても、やはり残さなければならない、うちらの集落の伝統手法ではないかなとも感じています。まあ、一つは食の安全って、さっきこの熊は人間の作ったもの食べねえからなって言ってる、で逆のことを言うと、私たちが食べてる肉ですね、豚肉、あれ半年で生まれて半年で100キロか120キロなんですよ。どんな餌を与えてるか想像してみてください。鳥もそうです。要するに私たちが町で買ってるものは何食べてるかわからないものを食べさせられているわけです。で野生動物取っちゃいけないって言うけど、野生動物は本当に自然のものしか食べてないわけで、そういう意味からもだから僕は今年5年目です。カレーライスを力作るっていうのを学生たちとやってますけども、で去年2年目で首を切った子が実は鳥が食べられなくなったんです。でその後は昔からあることで、子供の頃に鳥をこう首をひねるのを見ちゃって鳥を食べられなくなった。別に鳥食べなくても生きていけるわけだから、別にそれはいいと思うんで、その子は全く違う理由で食べられなくなったんですね。なぜかっていうと、その餌を自分たちでスーパー行って、まあ、余ったものをもらってきたりして、餌を作ってたわけです。で、自分たちで作った、最初は配合飼料やってたんだけど、なんでできたか分かんない餌やってたんだけど、まあ、
自分たち作ってやってるうちに、その鳥を食べようと思っても今度は何餌してやってるか分かんないってことに気がついて、しばらく食べなくなったんですね。だからそういう食の安全を考えても、やっぱり私野生動物も安全なわけで、野生動物が安全、あとでまた放射能汚染のことをまた聞きたいんですけども、あとはもう一つはアイデンティティですね。要するに一番生き生きしてるもの、人を生き生きさせるもの何かっていうと、大体狩猟民は狩猟してる時なんですよ。そう、獲物取れた時、まあ松原さんじゃないけど初めて獲物取れた時一番嬉しい。取れないですから簡単に、もう知恵比べですよね、動物との。でそれをやって取れた時の喜びで、それを信じる。で私たちは命を食べてるので、よく客の人がいるわけですね。要するにけしからん、肉食べるのはけしからんという人もいるわけです。でもその人たちはどうなのかな。私たちは植物しか食べてませんよって言うけど、植物命じゃないんですかっていうことですね。私たちはもともとは塩と生き物しか食べてなかったんですね。で最近は塩以外に、厚労省発表によると 8キロ、年間8キロの日本人は1人当たり年間8キロの人工添加物を食べてます。そういうデータを出しています。8キロですよ。8キロって分かります？25年で200キロですよ。それだけ私たちは食べてるんです。で、それで平気でいる。厚労省が発表してるんですよ。安全な食を守るべき厚労省が、その8キロ食べてますよっていう発表してる。おかしいじゃないですか。でこれは聖地を飼ってる人ですけども、彼らにも聞いていますね。聞いたんです。これ取らなくてもいいじゃない。これ政府が缶詰をガバッとくれたとしたら、これ狩りやめますかって言ったら、いや、まあ彼らは、いや、それは私たちはこれを食べなきゃ生きていけないんだって。缶詰の肉は肉じゃないんですね。だからまああとは安全性の問題です。で、それこの奥の内陸の狩猟民の人たちも同じことを言ってました。それは結構の町の村長さんが狩りをしてたんですけども、どう食べないか、狩りをいくら政府が肉くれてもやっぱり狩りをするって言ってましたね。でだからでも彼らもそうですけど、山熊でもそうですけども、これ熊が取ったら絶滅しちゃうって言ったら取りますか？そこは取らないですよね。でみんなそうなんです。狩猟民は絶滅数を計算してます。クジラも例えばアラスカだったら年間250頭をムラムラで、一番大きいポイントワールドだったら25頭とか、さっき取ってたところはこの村は6頭8頭か6頭ですね。これは彼らは国際捕鯨委員会に入ってます。ですから彼らもそうだし、ロシアの人たちもクジラを取った人たちは国際捕鯨委員会に入っていて、その勧告に従って何頭取れば絶滅しないで済むか計算して取ってます。 だから絶滅してまで彼は取ろうとは思わないってみんな言ってます。だからそこのどこがね、分からなくて、この人たちのあれじゃなくて、クジラを取ってるんですけども、一回ひどい目にあったんです。アメリカのテレビ会社が撮影して、こういいですね、野生動物を取って、生きてられてって言って、撮影してって、帰って編集して出来上がったのを見たら、いまだにこんな野蛮なことをしてる連中がいるっていう、いくらでもこういう映像っていうのは、本当に生で見ないとわからない。昨日安田さん、安田純平さんが来て、生の声で
生の会話で出て生の口から出る言葉っていうのはやっぱりすごく信用できてから、やっぱり生の姿を見たくてやっぱり戦場に危険を冒していってるわけですね。でそうじゃないと、生のものじゃないといくらでも加工できるわけです。でだから生のものっていうのは本当に必要、生の声を聞くっていうのは大切だし、でこういう人たち本当にこれ、いやさっきの巻き貝もそうですけど命かけてるんですよ。要するにクマは5メートル3メートルで打ち損じたら自分がやられるんです。でこれもそうです。これ背打ち1トンです。ぶつかってくるんです本当に船に。で何回も穴開けてます。彼らゆとり持ってこう板は出てかな、トンカチで釘をトントンって修復するんですけども、あとくぐっていくんですね。背打ちが落としていくんで、その時からどうするかって言ったら足を踏むんです。こうやって全然驚かないですけどねで時々ひっくり返ります。彼らは泳ぎません。これ2度3度の水で泳げてもしょうがないんです。かじかんじゃってますから。だからもう船に捕まって仲間の助けを待つしかないんです、ね、だから泳げてもしょうがない。何を言いたいかというと、自分が狩るつもりで狩られちゃう時があるんです。だからこれは僕はフェアなハンティングと言ってます。要するに、フェアハンターって言ってるんですけども、要するに捕鯨船で自分は絶対やられないっていうところで、メルビンの白鯨でもそうで、あれ完全に安全なんです。要するに天候でひっくり返るかもしれないけど、クジラにはひっくり返されません。で大砲でボーンと撃ってやるわけで、それとは全然違う量なんです。要するに、いや自然の一部として人間がなってるんですね。熊狩りも同じなんです。やれるかもしれないけど、や撃てるかも、狩りをできるかもしれないけど、熊にやられちゃうかもしれない狩りなんですね。だからホエハンティングは僕は、で絶滅をしないように計算する狩りは僕は絶対認めるべきだと思っています。でちょっと進めちゃいます。で今年焼畑に初めて行けたんですけども、すごいんです。山一個焼いちゃう山一個焼いちゃって、焼畑って本当に日本人には評判悪くて、あれはなんとか石油のせいです。石油会社のキャンペーンしたんですね。焼畑をやめさせようなんていう。で場合によっては本当に焼畑ってこう一番エコロジカルな持続可能な、畑でも、だってまず化学肥料使いません農薬も使いません。灰で作ります。でこの灰がまたアク抜きにも使われるわけですね。でこれ山を焼くんですけど、で本当に夕方から始まって深夜です。終わるのは一山焼いちゃいます。で、赤株をね、僕は種植えに見なかったんですが、すぐ植えるんですか、火が落ちたら。はい、次の日はい、暑いってこと見ればよかったな。次の日見に行ったんですけど、種植えるっての知らなくて、見れなかったけど、でみんな村人、そう、これ2人とも女性ですね。こう山火事が一番怖いわけです。だから脇は全部カッティングしてあります。で放水してます。もうびしょびしょにしてね。それでこれはこうまっすぐ降りてこなきゃいけないんですね。で これ女性、おばさんですよ。どっかが飛び抜けて下に降りてくると、それ消さなきゃいけないんですね。一緒にこう上から下にわーって、これを見ると分かるんですが、こうやって一斉に山にこう下に降りていかなきゃいけないんです。でそうまあすごい景色ですよ。で1年赤株を作ったらまた別な、ほっといて、あれ植林するんですか、はい、植林する、はい、また杉を植えるんです。杉を植える時にもこの焼いたところはきれいになるから、造成にもすごくきれいで苗が植えやすいもんです、うん、
大変こう普通のところよりも育ちもいい。実は国吉さん、マッタギ三部作って熊谷達也さんっていう直木賞作家がいるんですけども、マッタギ三部作って作ってて、2番目の開口の森っていうのが、あれ大正時代ですかの、秋田のマッタギの、物語なんですけども、最初の1作目は宗国の森、主人公国吉さんなんです、モデルは。で、でその中で山は半分殺してちょうどいいっていうことが出てくるんです。これについて解説して、これ間違ってる、いやいや、半分っていうのはさっきも言いましたけど、その全部殺してしまえば自分たちの生活もなくなりますし、やはり増え続けると今みたいに苦情がいっぱい、被害がいっぱい出てきますので、その山のものが被害が当たらないように、そして自分で増えないように、うちらもそこで暮らすのに適当な分が 山を半分くらい自分らが整備していれば、ちょうどうちらの生活と山も生態もちょうど住みよいになるし、熊でもその熊でも鹿でも繁殖もそんなにしないようにしていくには、半分殺しているくらいがちょうど山のそのが守れるんではないかということで、そういうことをちょっと言ってみました。で、放射能線なんですけども、まあもちろん福島のイノシシはもう食べちゃいけないって最初になってましたね。それなぜかっていうと、いろいろ県によって違うんですね。福島にいかに近いかによって、違う、隣の県になると自分たちで食べていいけど人に譲ったり売ったりしていけない。山形、新潟はどういう状態ですか？自分らで取るのはいいんです、食べるのはいいんですが、お客様を呼んで祭りみたいにしてやるのはまだ許可がない、出ないんです。うちらの方でもこう今は検査はしなくなったんですが、その当時は取ったもの、野生のものはほとんど検査してその出していたんですよ。ですもうちらの方でその違法になるくらいのものは出なかったんですが、でも未だに新潟県はまだ山のものは、食べ物は、よそに出してはいけないということで、今もなっているんです。ですから、あれから、あれ以来、うちの方の熊祭りも、よそのお客様を呼んでやるのは、今やれない状態でいます。本当はこう、皆さんのこうお客様を呼んで盛大にやりたいんですが、なかなかそれができないというのは、今の現状で。動物によって違うみたいですね。鹿は、実は、木の上の方を食べるわけですね。上の方っていうのは雨が流されるので、こうあまり汚染されてないけども、イノシシとかこう牙でほじくって根っことか食べる動物は結局現れて流れ出て汚染度が増すんですね、土壌は。でそれだからイノシシなんかは規制が非常に厳しい。クマはどうなんですかね？クマも今もまだ規制が厳しくて、そうですか、こちらの方でだからお客様には出すなというふうに、はい、保健所の方から言われている。はい、あと次問題ですね。今日も若者いないな。後ろ向いてんじゃないよ。歓迎してくれるよ。大歓迎です。でも一人いていいだけだ。いいですね。
はい、よかね、あの真面目そうだし、はい、今あの銃の免許も取りまして、これから講習に行って銃は俺のやることにはしてたんだな、講習に行く時間がないということで、あれです、団体そういう団体巻き狩りで、今年も巻き狩りにも行ってきましたし、春の巻き狩りにも彼も行ってきて、今一番おいての一番遠いところの一番呼びでないところに行かされてやってますが、でもそれでもこう口調も言えないで一生懸命やっていて、楽しくやっています。あのうちの方は集落がほとんど薪ストーブなんで、彼も薪ストーブなんですが、みんなでこううちにいる若い人、例えば綿毛の方が全員が彼の薪も作って、一緒になってその薪割りとか薪運びも彼のうちにも入れたりして、本当にこう集落の一員となっていろんな行事にも入ってくれます。助かっております。あの息子はどうですか？息子はダメです残念ですね。あの松原さんの息子も沖縄連れてっちゃったから水産高校入っちゃったでしょ。で水産高校入って漁師になるのかと思ったらタクシーの運転手でもまあ全然興味ないみたいで、興味持ったら教えるって言ってますけどね。難しい信仰ですけども、山の神様、女性なんですよね。じゃないんですか？はい、山神様っていうのは女性ですので、ですからうちの方では巻狩りには女性を連れていくなと、いや女性を連れていくと山神様がヒステリーを起こして漁がダメになるから連れていくなということで、うちの方は言われているので。ただうちらが中学校の時に女性の先生が、山登りの大好きな先生がいまして、その先生がうちのマタギの親方にどうしても連れてってくださいって、親方も嫌と言えないで連れてったことがあったんですよ。そうしたらその時取れなくて、うちの集落のばあちゃん方にこっぴどくその先生が怒られて、あれから先生もあと熊狩りに行かないで行くということを言わないなくなってました。この前会ったらそういう思い出を言ってました。本当にそれだけ山神さんの女性については女性であるので、女性は連れていかないと、未だにそれはこちらも守っています。でさっき山の神って言いますよね。でお葬式の人時は、お寺ですか？はい、じゃあお葬式の時は仏教ですね。でもなんかこう自然、まあ山の神は自然神ですけども、その神道とのつながりはどうですか？その辺はあんまり分かんない。じゃあ大体まあお葬儀者仏教でその初詣とかは昔まあ和田で行かないんですか？ちょうど閉じ込められた時ですね。初詣はうちの方に神社があるんですよ。神社あるんですか？はい、じゃあだから、雪のところを、はい、毎年それは自分の神社に行きます。じゃあ仏教もあり神道もあり自然信仰もあり、はい、ことですね。まあ、典型的な、まあ、どこでもある姿ですが、それで、そろそろあれなんで、質問があったらいいですか？何か質問があったら、質問なければまたこのまま続けますが、はい。女性は狩りができないということなんですけど。
けど、まあ神様が女性だからということなんですけど、例えば登山であるとかキノコ狩りであるとか、そういったことに関しては許されているのかというのと、まあ、先ほどの後継ぎの問題と絡めて、どうしても後継者が育たない、でどうしてもやりたいという女性が現れたという時にどうされるのかな、その2つお聞かせください。狩りは女性というのも、うちの方の女性を連れていかないというのは熊狩りが主なんです。狩猟についてはただのハンターだの、カモ打ちとかウサギ狩りとか、そのことについては個々にやるもんですから、集団でやらないもんですから、そういう時についてはあまりそんなにはうちの方では言っていません。ほとんどこの熊狩りの行事については女性、山の神様のことを信じてやっています。あと山菜採りとかそういうのはうちの方は女性でも男性でも一緒になって、山の神様もには携わらないんですがやってますし、特に女性が一番、まあ、前は山菜採りにはそちらの方は炭焼きとかは男衆がやってたんですが、その山菜採りとかは女の方々が、やってますし、今も山菜採りキノコ狩りについては女性もやってますし、登山も特にそういうことで、そういう女でだからダメだということではなく普通にやってます。ただ熊狩りだけは中国は昔からの熊祭りということで、本当にこちらの伝統的なような行事なんで、これだけは女性は入れないという昔からのしきたりでありますので、それだけは今も守ってやっているところでございます。だからもし女性ハンターが出て熊を撃ちたいというのはまだ今後の考えなければならないことだと思います。その時にはどうなんですか、山の神様と相談します。ありがとうございます。はい、はい、熊打ちの写真を見せていただいたことがあるんですけども、白い雪の上で熊を解体している写真だったんですけども、やはりもう白い雪にその真っ赤な血で、すごくコントラストがすごく印象的だったのを覚えてるんですけど、その熊打ちをされてて、そういうなんかかわいそうっていうふうに思ったりとか、そういう気持ちには、まあ、皆さん長く伝統でやられているということなんですけども、そういった気持ちはやはり一切感じられたことっていうのはないでしょうか。親子のうさぎとかそれの個人で行くときにはかわいそうだなという感じる時もありますが、熊についてはやはりみんなが集団で行きますし、やはりそれをその熊をどうしても取らなきゃならないという集団でその狩りをやるし、撃つ方だってこの何十年も本当に切ない思いを苦労をして自分のところに熊が上がってくるものですから、そういうかわいそうという前にそういう皆さんの意を反して逃がしてはならないという気持ちの方がいっぱいで、そこまでは余裕ありません。本当のこと、屠殺のプロって言いましたよね、屠場の職人さんたちはっきり言ってますからね。要するに一番嫌なのはかわいそうって、要するに屠場見学今学生にさせてるけど、一番嫌なのはかわいそうって言われることだから、事前勉強会やって言わないように、屠殺の歴史、職人の歴史、差別の問題、いろいろやってから生かすわけですね。で、かわいそうだと思ってんだって、お前ら肉食うなってまず言いますよね、はい、あるいは生き物がかわいそうだと思うなら食べ物食うなって言います。
命を食べてるんですよ、ね、って言います。熊肉の味、あ、すいません、熊肉の味となんか適した調味料というか、なんか調理法みたいなのあったら教えていただきたいです。うちの方は味噌で、味噌煮が得意なんですが、熊もはちょっと普通の肉よりも硬いもんですから、一般の方がさっと煮てしまうとゴムみたいだとこうよく言われますけど、煮方によってはこうとろっと角煮みたいにこうゆっくり煮ると美味しくするんで、うちの方はほとんどが味噌味でやってますが、今うちの方に嫁来た純子さんはいろいろ今工夫していまして、熊のハンバーグとか熊の肉を出汁にした熊ラーメンとか結構やってまして、そういうのも結構食べると、うちの家内は熊というと一口も口にしないんですが、熊ラーメンなんて言わて、その熊の骨のスープで作ったのは喜んで食べてて、それ熊の肉だって熊のスープだぜって言ったら、なんて言ってたけども、どんなような感じで結構いろいろなこう そういうところを考えて料理すれば一般の方々も食べるんじゃないかと思ってます。薄くして食べても結構味があって食べ方が合います。すき焼き、鉄板で焼いてても食べます臓物なんかも食べるんですか？はい、動物も全部食べます。本当はレバー刺しなんでね、今のレバーも刺身で食べると大変こううまいんですが、今そういうのをみんなで食べさせることができないんだけども、セシウムの関係でうちらはたまに取ると新鮮なやつはそれで食べてる。最高に動物も腸はどんどんホルモンもみんな煮たり焼いたり伏したりして、でともかく熊でうちらで食にしないのは骨だけですよ。でも骨も今いろんなところではこまえてやると、その病気の何かに効くとかで言って、それも結構人気も出てますけど、一切の方は残すとこないようにどんどんですから、生き物をいただくから無駄にはしないというのを日本の原則で、はい、やってます。骨の中にある骨髄、あれはすごく美味しいです、ね。はい、は食べます。食べます。で、国吉さんが今まで食べた肉でいろんな動物の肉食べてたの、一番美味しかったのは何ですか？熊です。ちなみに2番目は何か？豚ですかね。あ、豚ですよ。実はシベリアで一番美味しい肉はポニー、子馬なんて、子馬と、さっきシベリアで巻き狩りをしている人たちがいて、これとはちょっと違うんですけど、トナカイゾリで行って山を、あの山を今日やろうっつって、動物見えなくても、みんな舌で構えてるんです。これは町が山の頂上で配置します。下に配置するんです、ね、でトナカイゾリで山を一周するんです、一人が。でもしも低いところでやったら彼が撃つわけですけども、高いところに行ったらやっぱり追うんですね。追うとやっぱり、あ、それ獲物はシベリアンビッグホーンって言って、こういうくるくる の角がくるくる巻いてる野生の羊ですけども、それが山を越えてこっちに行って、そこで待ってて撃つと、そういう巻き狩りなんですけども、それシベリアビグホンとポニーが一番おいしいって言って、その次が牛で、その次が、豚で、一番ダメなのがトナカイなんです。だからトナカイのにレストランってないです。ヤクルスとか大きな町行ってもなぜかって言ったらソーセージにしちゃうんですね。アラスカでもそうです。
レストラン行って鹿ステーキ食べたいって言ってももったいないなと思うんだけど、食べられない。あんまり個人的に俺あんまり馬とかないんですよ。南米行って日本人は馬くんだっつったらみんな目ひんくなさる。馬くんか馬だから本当に文化によって全然違ってきちゃうので、特に生で馬食べるなんつったらもう最低の野蛮人。他に質問。すみません、熊の胃の話が出てきたんですけれども、熊の胃の使い方というか、どこに行くとか、どういうふうにそれを保存するとか、どういうふうにお使いになるか、多分かインターネットとかで見るとそれなりに書いてあると思うんですけれども、ずっと使われて取られてきた方のそのやり方とかをぜひお伺いしたくて、国吉さんのやり方みたいなのを教えていただけたらと思うんですが、熊はうちの方は板と板に挟んで炭火で10日間くらいゆっくり、乾かすんです。そしてだいたい5ミリくらいの厚さに広げて、乾かすんです。それを行った人全員でうまくこう分配して、分けるんですけども、そしたらあとはあれ銀紙か何かにこう包んで、あとは冷蔵庫に置いて、使いたい時にだいたい米粒半分くらいがくらいを水で溶かして、飲むというのがうちの方の手法で、胃薬には一番効きますし、二日酔いにも大変効きます。痛みとかじゃなくて、二日酔いとか胃薬とか、そういう、はい、痛みにも効きますし、はい、胃が痛いとか、そういうのも結構効きます。あと今日はいっぱい酒飲まなきゃならないという時にはその前にそれを飲んでいくと二日酔いになりませんので、年の2回の行事の時もじゃあそれを飲んでからいかれると。そうですね、はい、ありがとうございます。あと熊の油というのは切り傷とかそういうのも大変こう効きますので、足に刺された時とかそういう時にその熊の油を結構アイヌで茅野茂さんって民話を、たくさん集めてたくさん本を書いてて、参議院議員になってアイヌ新法を作るためですね、議員になった人と、対談したり、あと北海道に学生たちと合宿に行って話を聞いたりしてたんで、その時やっぱりイオマンと熊送りの儀式を話したんですけど、熊くりをするときに絶食させるんですね。なんでするんですか。当然じゃないか。熊の上でかくするためだよって。正直な人でそう言ってました。要するに食べちゃうと胆汁が出ちゃうわけで、食べないと胆汁出す必要ないわけで、でどんどん胆汁が、要するに熊の上が大きくなる。そういう、茅野さんがそういうことを言ってました。他に質問ありますか。はい、じゃあ前なんで一番前、舞茸のありかって後ろ聞こえない。以前白神山地の人たちと一緒に飲んでたら、酔っ払ったら舞茸のありかの探り合いをやってたんですけどもやっぱりそういうことやりますか。で絶対言わないですか、酔っ払っても。そうですね、自分でこうだけ見つけたところはなかなか自分の秘密にしておきたいですけど、みんなで共同に行ってね、見つけたところ撮っているところはそうやってなかなか探り合いまでのそのいっぱい量を取っているところがないもんですから、はい、どんどんでもよそに教えたりはしませんですね。
どうもありがとうございます。熊を何回か食べたんですけど、みぞれ煮とか熊カレーとか結構美味しかったんですけども、熊にたくさん取れるためにすることは先ほどおっしゃってたんですけども、熊に感謝する何かお祭りとか儀式とか慰霊祭みたいな熊に対してっていうのは何かありますか？はい、それ慰霊祭も兼ねて、その熊祭りっていうのがそれで、その山熊が取れたので山の神にまじないをして、やる。あとは取れた時に熊と皮を剥がした時に熊にまじないをして、これからもまた今まで通りに熊が取れるようにというまじないをさせてもらっております。ありがとうございました。千年も万年も書いてました。他に何かありますか？情熱大陸に出た時にクレームの電話がたくさん来たということだったんですけど、どんな感じのクレームが来たのか教えてください。なぜそんな熊を追ってまでも探しに行ってまでも取るんだとか、寝ているのをわざわざ起こしてなんで取る必要があるんだと、今の時代にそぐそぐわないんじゃないか、まだまだそういう生き物を殺して食べて何でもないのかとか、そういうことを言われました。あとうちの母親にはそういう家族はこれから追放してやるとか、そういうことも言われましたりして、だいぶうちの母親もノイズ気味だったところがありました。電話の相手の方というのは自分の身分を明かしたりとかは？いえ、ほとんどしませんでした。カレーライスを一から作るでも、相手がいて、自然保護団体じゃなくてビーガンという、ベジタリアンだけども自分が健康のためとか環境のためにやるんじゃなくて、肉食をやめさせるっていうグループですね。そこからなんて教育をしてんだって言って、私のところと、最終的に映画になったんですけど、映画にするために安い値段で版権をもらって番組を作ってるんですね。番組見た人で、僕のところと大学とテレビ局に公開質問状が来ました。なんてことをするんだ。それでフェイスブックでもめちゃめちゃ美術大学じゃねえのかとか、こんな大学絶対うちの子やれない、そんな簡単に入れない。いろんな子、僕も多分受けたら落ちると思います。難しいです。減っているということだったんですけど、それによって漁をする回数も減ったりしてきてるんですか？はい。そうすると今までそのクマが食べてた木の実とかがそのままになったりとか、それともその森林、森の中の環境が変わっていったりとか、そういうこともありますか？クマがいなくても、クマの山の実はその代わりに誰かは食べてくれる。例えばネズミとかいろいろなものが、その自然環境はその実をクマだけではないんで、それは心配ないんですが、ただクマが増えてきて被害が出てくるのがこちらは心配しています。今うちの方でもだいぶこう調査してるんですが、減るよりも増えているような現状です。というのはやっぱりそれを捕獲する人がいないものですから、ですから里に出てきては甚大な被害になったりするのも結構増えているのは、本当にこう数量を取るまでに
行ってない。新潟県でもその調査はしてるんですが、その調査ができないくらい増えていまして、なかなか減るよりも増えているのが今現状です。なので、またこれから被害が出るのが一番心配なところです。その対策として、もうこれからもその、狩猟できる人材を増やしていく方法として何か考えとかありますか？だからこう、ね、魅力をこう PR したりはしてるんですが、なかなか。あと、いろいろ県によっては、銃の、その所得料を県で出したりしたり、あとはその狩猟に、狩猟できる時期をこう多くしたり、そういうことも県によってはしてますし、ですから今この若い女性のハンターも増えてきている県も結構あります。そのジビエの工場などもうちの県にはないんですが、作ってそれを加工していろいろなイノシシでもシカでも皆さんに食べさせるところも結構増えてはいるんですが、そういういろいろな対策もこれからはやっぱりしていかなければならないのかなと思っています。ありがとうございます。ぜひ私も貢献したいと思っている人です。ぜひお願いします。ありがとうございました。大変面白いお話。私も国吉さんと同じでちょっと新潟の出身なんですが、私の時代はですね、次男は府と行かなくちゃいけない。私の集落、小さな集落だったんですけども、次男とかは獄潰しというか出なくちゃいけないということで、出稼ぎとかそういうのは全部当たり前。それでも人口が、ね、8000人くらいあったんです。田中家庭の部落を見てるんですが、それで私どもも、中学卒業したらみんなこう集団就職で出てくるという環境が、新潟県の一般的な集落の地域の労働力だったんですね。それで出ていくのは落ちこぼれなわけですよね、簡単に言うと。でだけども我々の時代はやっぱり高度成長期になりますので、やっぱり江戸東京に出て一旗あげようと、そして故郷に錦を飾ろうというのが一つのステータスみたいなのがあって、落ちこぼれだったんだけど都会に出て、一つ一旗あげてまた錦帰ろうというようなコンセプトというか価値観みたいなのがあったんですが、今はそれが全く逆でですね、まさに国枝さんが残ってられる一番のステータスで、我々都会に出てきた人間はですね、確かに教育を受けたもののほとんど落ちこぼれみたいなもんで、先生が言うように全部分業してもらって肉を食わしてもらってるとかいうことなんですが、その中で一つ質問ちょっと一番気になっているのはですね、今熊が増えてるとおっしゃって、でその被害が出ている、イコールその集落の熊の伝統の行事が熊が増えてるから増えそうではないかというふうに考えていたら逆ですよね。今見ますとまず高齢化が進んでいるということ、それから介護の問題、雪があるために消防や自治体を近づけない、それから平成の大集合という格好で結果的に、山間地域はやっぱり住めない、あるいは介護が行き届かない、その中でその伝統行事だけを守ろうというのは至難の業じゃないのかなということが一つと、国吉さん自身も今議員先生ですよね。ということは農家で食っていけないというかということではないでしょうか。したがって今新潟県全体の中で抱えているその集落問題は、先生としても何か対策を打たなくちゃいけないんでしょうけど、大きな時代の流れとして子どもを教育をさせる、都会に出させて教育をさせる、うちも建てるという、そういうあるいは介護もあると、そういう現実の中で新潟県のその中間産収録をですね、どのようにその確保できるか、その確保できる一つのツールとして熊祭りがあるのかないのか、
あったとしても、皆さんがご苦労なさっているように、なり手がいないですよね。じゃあ、なり手がいないからといって、ライフルや機関銃を持ってきてやっていいのかという問題も出てきて、その辺はいつも悩みになっておられるんじゃないかと思うので、本当のお話をちょっと聞かせて願えるかなと思ってるんですけど。はい。はい。まさにその通りです。担い手もいないし、本当にうちの方も今村上市になったんですが、2村2省庁1村で、合併して、うちは前は三北町という時代で、その時には人口が7000人弱いたんです。今10年で2000人減って5000ちょっとしかいなくなりました。三北地区だけで、老人化率が 47% になりました。本当にこう村全体がこう深刻な時代になっていますし、本当に一人老人世帯が増えて買い物難民が本当にこういっぱいいまして、どうしてそれをこう買い物難民を克服しようたらいいかということで、市でもいろいろな対策をして、巡回バスを出したりいろいろ施策はしているんですけど、なかなか追いつけないような状態です。うちの集落にもそれも決して、当たるんですが、なんとかうちは今いる若い人たちでうちの方の魅力を皆さんにこう地方にこういう方々にも発信しようということで、こうなんとかならないかということで今純子さんを筆頭にしていろいろ対策は練ってるんですが、なかなかできないというのが現状です。ただこちらはうちの地区に来て体験していただいて、そういう魅力を少しでも発信できるように、春夏秋のブナ林を歩く会、あと冬の寒時期トレッキングなどもいろいろなこう行事をやりながら、そういう PR をしながら、少しでも魅力を出し、うちの魅力を発信しながら、なんとかそういう方々がうちの方にも来ていただけないかなということも考えながらやっているところです。本当にこう今全国全部その人口高齢化の人口減少は大変厳しい時代であるので、これといった特効薬がないのが今現状でありまして、それが一番悩みの種でございます。はい、すいません、答えになってば何か悪いませんが、そのような現状で大変厳しいです。いろんな試しをやっておられるのがですね、全国に今おっしゃったような、そのとにかく若い人が来ないとどうしようもないという現状があって、で全国でその村上だけではなくて多くの中間産地域でですね、自然の豊かさや若い人の魅力やいろんな手を打ってるんです、 いるとは思うんですが、なかなか抜本策がないと、今やっておられるその、ブナの芽吹きを見る、あるいは紅葉を見る、いろんなことをやってみても大きな流れの中からとっとと取り残されていくということになってしまうと、やってる努力が、無駄っていう言い方失礼なんですが、もっと何かないのかというふうには思われないでしょうか。そこが本当にこう厳しいところで、ずらでは、今わさび栽培とかそういうのも手伝ったりして、うちの方でこうできるものを考えたり、うちの通年で暮らして生活できるような仕組みも考えたりはしてるんですが、なかなかこれといってのがないのが今の現状でございます。申し訳ございません。何かいい案ありますか。難しいですね。やっぱり関野先生がお考えになっているようなことをたるというか、たろうし、たろうしですね。実は私事のことをちょっと申し上げますけれども、
年齢が70を過ぎる、それからその障害者理解にこうなってくると、やっぱり山の寒さに耐えられないんですね。まあ、ちょっと変な言い方なんですけど、探検とか冒険とか、あるいは自分のやらなかったことを誰も行かなくて道を行きたい、そういう希望はとても若い時にありまして、しかしいざ自分が高齢者になり、かつ病気を持つようになると、この日常の寒さに耐えられないものが山間地域に行ってですね、耐えられるかっつったらそっちの方の方が不安になってしまいますから、その若い人を集めてみても、その若い人が結果的には高齢者になっていって、で、まあ、寿命はどうやったら長くなるかっつったら、やっぱりその暖かい方が長くなるわけで、非常にそのところが、まあ、厳しい環境があるので、あまり長生きさせないで耐えられるうちに死んでしまうのがいいのかというような、元川先生なりに長生きは地球を滅ぼすみたいな感じもあるんですが、なかなか先生にも関野先生にも愚問を投げかけたんですが、ただ医療で助ければいいってもんでもないんじゃないのかと、今まさにそこで苦しんでる苦しみを解かなきゃいけないんですけど、無理やり膨大なコストをかけてですね、ようなことをやってると、それ絶対中間山間地域には生きていけないというふうに思いますので、少しことを学ばなきゃいけないのかなというふうにはちょっと思ってるんですが、そういうところからなんか知恵がないのかという感じはちょっと持っていて、なかなか抜本的な対策は出ないんですけども、あんまり長生きするのも良くないんじゃないかというふうにはちょっと感じてるんですけど。確かにただ長生きすればいいことなんじゃないんですけど、明るい話で締めたかったんですけど。でもまあ実際は深刻な問題なんです、ね、私は今山田さんのお友達っていうかなんですけど、ちょっとやっぱり正反対な意見っていうか、まあ今自分が本当によくいらっしゃってくださったなと思って感謝してるし、先生がこういう会をねしてくださってることの中で学んだり、今まで僕という地域にも関心を持ってということ なかなかよそ者だしね、ここ本当にこういうところで育っちゃったもんですからね、今までねなかなか近づけなかったんだけれども、やっぱり雪国とかとか北極南極でね、暮らし南極かどうかあれですけど、本当に暮らしやすく暮らしてきたわけじゃないですか。だから私はそんなね言うほどのもんでもないですけれども、そうやって暮らしやすく暮らしてきたんだから暮らせるはずだと思うんです。でやっぱり暖かいところに暖かいところの良さがあり、北の方ではねちゃんと狩りの季節だって夏はできないことができて、雪の良さっていうか、やっぱり本当にそういうことを生かしてね、腐らない良さとか、多分私ちょっと途中で聞こうと思ったんですけど、肉を薄くして食べるっていうので、なんかそのエスキモの人たちっていうのかな、そういうのはなんか凍ったまま食べるっていう保存とかそういうことでも寒くないとできないことっていっぱいあると思うんですね。で本当にそういうふうにして暮らしてきたと思うし、今寒いからダメだって言ったって今まで暮らしてきたじゃないか、それに暮らしてる人もいるじゃないか、やっぱりそういうふうに思わないと次の人にね、やっぱりそれこそ魅力な発信ですよね。絶対にそれは知恵だから、必ず一人でも二人でもいればね、子供が生まれていけば絶対に大丈夫だと私は思います。でそうしなきゃいけないとも、そういう意思を持ってね、やっぱりそれは一つの意思の伝達が、そういう来てくださってね、一生懸命してくださっていることの、先生たちがしてくださっていることの情熱を心の中だけでも受け止めて、やっぱりそういうことを知らない人だか、ここに来る人も年寄りっていうか、私も子供とかいないんですけど、でも
誰か若い人に言って、であとなんで子供をここに、子供さん連れてきてる若いね女性の方もいらっしゃって嬉しいなと思うけれども、まあ、ちょっと夜であれだけども、やっぱり自分たちがなんかこう本当にできることをね、若い人にこう今日感動を伝えるとかをしていきたいなとすごく思って、なんでここに来てくれる人は、まあ、夜だからそういう癖もあるけど、お子さんとかその若い、せっかく大学でやってくださってるのに、なんで若い人もっと来てくれないのかなってすごく思ってて、なんでかなって、そのことの方が私は聞きたいです。こんないいお話とか、なんで自分の娘や孫とか、そういう人、あの息子とかに聞かせようっていうふうに思って、次回には次のお友達を連れてこようっていうふうに思わないのかなって、そのことの方がすごく疑問だし、問題だと思うんですね。なんでだろうって。だから、やっぱり、一人一人が本当になんか、なんか SNS だかなんか私はやってませんけれども、発信するなりなんなり、本当にもう一つでも一人でもいいからそういうふうにしていきたいなと私は思っています。寒いのは嫌だっていうのは分かるんですけども、例えばシベリアとかアラスカ行くと逆にマイナス40度とか、まあ、ひどい場合50度以下になるわけ。で彼らと犬ぞりとかトナカイぞり で旅をしていて、実は10度ぐらいになるとポカポカしてきたねっつって、レズだと暑いって言います。暑いって表現をアフリカみたいだって言うんですね。レズですよ。で実際に私が 2,3 ヶ月そういうとこ歩いて東京の1月帰ってくるとあったかいんですよ。要するに慣れるんですね、寒さっていうのは。でとてもじゃない彼ら熱帯には住めません。だから彼らは適応して、だから高い人もそうです、高い方がいいんです、標高 5000m の方がゼロよりも。だからその人間の適応力ですね、人間だけですから。それ実はあさってのテーマです。あさっては海部陽介さん、陽介さんだった、まあ、3万年前の航海徹底再現プロジェクトのまあ代表ですけども、実は彼と僕とでは意見が食い違っているんです。なぜこうやって人類が移動拡散の話が、彼に日本列島にアフリカを出てどうやってなぜやってきたのかって話をしてもらうんですけども、まあそれはグレーディザニーの一部なわけですけども、例えば今台湾から沖縄に来るのはもう世界最高級の海を渡らなきゃ来れなかったから、今はそれを実験公開をしようとしてるわけですね。今年の夏、やります。あ、今年じゃなくて来年の夏にやるんですけども、彼は要するに意思を持って、行ったと言ってるんです。僕は漂流だと思ってます。で彼は人類が拡散したのは好奇心とか向上心だと言っています。僕は弱い人が弾き出されたっていう、で彼は、エビデンスはあるのかって僕に迫ってきます。で、あさってはそういうあの、まあ、次男以下って言ったけど、だから僕はそれは移民のことを言うんですね。弱い人が出てった証拠があるのか、だって移民ってみんな弱い人が出てったじゃないかという証拠がきちんとあるんです。そういう、ちょっと彼はエリートなのでなんですね。あのお父さんは天文台の大長で、おじさんは総理大臣です。元総理大臣なので、エリート街道行って、かなり優秀な、研究者です。だけど船には乗らない。後悔するけど乗らないという、人と、お呼びして、その頭のいいところを、人に意見をお伺いしようと思ってお呼びしました。じゃあ、今日は無理ですね。どうしてもっていう人がいなければ。あ、はい、簡潔に。移住の話なんですけど、やっぱり 2,3 回行ってさあ住めってのはちょっと無理だと思うんですよね。となるとやっぱり若い人ってお金がないから、その交通費の支給なり、まあ、あの交通機関の確保、バスなり乗り合いの車とかで、例えば年に北海とか10
10回とかこう通って、あ、ここ俺住めるっていうような、もうちょっと導きがないとやっぱダメなんじゃないかなと僕は思うんですよ。最低年に4回春夏秋冬行って、あ、ここで生活できるな、そういうもうちょっと具体的にもう引き寄せる、あの若者頼みじゃなくてほら住めるだろうってことを思ってやらないといけないのかな。それはやっぱり交通費あるいは交通機関の確保っていうのは補助を出しても大事なんじゃないかな。あの年取った人はね、年金とかもあるから行けるんですけど、若いプタロみたいな人っていうのは本当行くのが一大事だと思うんですよ。年に1回とか2回じゃとても踏ん切りつかないから、ね、そういうところの補助をした方がいいのかな。あと、あの気象変動ってどうですか。人口が減って動物が増えちゃうのと気象条件が変わって増えてるっていう、ここら辺のこう関係って感じることありますか。私に対してはその気象変動はあまり、ただその山のものがならないと時となる時とではその取り方が違いまして、熊というのは、自分のお産をしてもその次の年に山のものが豊富でないと排卵するんですよ。やっぱりそういう自分の機能を持っているところもあるんで、そういうあの指導、その自然のものの、ならないにはだいぶ影響しますけれども、気候にはあまり今のところは変動はないのかなと思ってますし、その若者の交通費については市に提案してみます。やっぱり行政がちゃんと、政府ですね、F15 を一機買えば何人でも呼べるので、そういうことにお金を使ってほしいんですけども、なかなかそれいかない。だってやっぱり助成金ないとダメですよね。余ってるとこいっぱいあるので、特に企業はそういう基金を作るべきだと思うんですけど、溜め込むだけで。また暗い話です。最後、ちょっと2つありまして、1つ目は僕あのカレーライスを一から作るでこう鶏を初めて締めたんですけど、なんかかわいそうとかそういうのじゃなくて、この今まで生きてたものが急にその食べ物に変わる瞬間っていうのがいつもこう不思議で、例えば自分が鶏を初めて殺した時とか、あとは魚を殺した時とか蛇を殺した時とか結構覚えてるんですけど、その初めて熊をこう殺めた時にどんな印象だったかっていう、なんて言うんだろう、その、で、あともう一つその、僕の曽祖父ぐらいが結構こう狩りをしてたんで、その父から結構話を聞いてて、そのラジオとかしかない時代には狩りがやっぱりそのすごい一大の楽しいイベントで、すごい高揚感を持ってみんなこう行ってたっていうので、その初めての狩りの時のやっぱりその気持ちを結構この内面をちょっと知りたいなっていう、っていうのも僕も結構興味があるので狩りをしたいっていうのが一つと、二つ目になんかみんな結構田舎暮らしの話をしていたので、僕生まれが檜原村の山奥なんですよ。でもうあの車も行かないとこで、バスの終点からこう30分ぐらいしか歩かなきゃいけないような場所で、でまあ、すごい幸せで楽しい生活だったんですけど、その移り住んだ時にやっぱりよくあったのが嫌がらせを結構する人が多いっていうので、その新しい人をあんまり受け入れられないとか、もしくはその業のルールに従えないっていう人を結構排除するみたいな部落っていうのが結構あって、で僕は個人的にはもうそれはもう滅びるべきだと思ってるんですけど、で、かえって今、檜原の今現状なんですけど、人気な集落は実は新しい家族の人が入ってきて、で、その子育ての時にこう、明るいその自然の中で育てたいっていう人は実は結構若い人も多くて、で、そういう集落は実は維持されていて、で、そうじゃない集落はもう滅びてるんですよ。なんで僕の住んでたところももう1名か、あとでもう1人で、高齢の80歳の方がいるんですけど、死んだらもう僕の生まれの集落がなくなるんですけど、で
あ、ちなみにうちの母親からの情報だと、こうネズミの死骸とかいろんなものをこう最初送られたっていうのを聞いたんですけど、で、なんだろう、その若者のその交通費の話も結構あったんですけど、一番の問題はやっぱり仕事がない。で、日野原のそのあと、その行政と民間の間のギャップが結構あって、その日野原の住みたいっていう人結構いて、みんな行くんですけど、行政では空き家は一軒もないって言うんですよ。でも実際は結構いっぱいあって、みんなこのコネクションでしか売ってくれない人っていう、その民間のギャップと、なんかそのさっき言った実は嫌がらせがあって住んでみたはいいけど1ヶ月ぐらいでもやめちゃうとか、でも住み始めた人はやっぱり結構いるような気はするんですよね。なので、で僕は個人的にはまたこう都会でずっと仕事してるんですけど、嫌でまた田舎に戻って借り入れもして、で自分の今畑も持ってるんですけど、畑もやって半自給自足と自分の仕事を持ってやりたいと思ってて、でその田舎のやっぱり仕事の問題っていうので、僕の母は結構翻訳の仕事とか家でできる仕事を結構持ってたと思ってきたんですけど、あとはその檜原で結構多く残ってる方はアーティストの方で、ものづくりの方とかっていうのはやっぱり残ってるんですね。だからその何でもできる仕事じゃないですけど、やっぱりその 家から出なくてもできる仕事と、あとはその半自給自足でも生きていけるその生活力のその育成っていうのが結構なんか課題なのかなっていうふうにちょっと思いました。ですいません、1個目のその高揚感のところできっと明るく終わると思うので、そこでお願いします。はい、最初に熊を務めた時には本当にこう行く前にやっぱりその今年は自分に熊をうちが決まった時にはその時も寝れなかったし、興奮して行く前にもやはり今日うちが俺のとこに熊が上がってくるんだ、どうしてるどうかな、どこまで、使い続けたら大丈夫かなとか、やっぱいろんな経験者にも聞いたりして、まあ、その前の日は寝れないかったですし、やっぱ取った時にもやはり皆さんからやったぞということで喜ばれたし、親方からも喜ばれた、やっぱその肉も食べるの感覚もあまりなかったかな、美味しさの感覚もなかった、やはりそれだけやっぱ責任感を達したり興奮感と達成感がありまして、すごく興奮した記憶があります。その時はライフルですか、それとも三段銃です。はい、あの時は4メーターくらいで。おいくつの時ですか。25。怖さと、そのなんだろう、狩りの一種 の、 楽しさというか、怖さとその楽しさだとどのくらいの比率でした。怖さが増していたのか。いや、怖さというのはほとんどないですわ。やはり皆さんが追ってきたのを絶対に逃がさないで仕留めなければならないと、うちが取らなければ逃げるんだという、そういう責任感の方が ありもあって、やっぱそんな熊が来たから怖いとか逃げようとかという前に、そっちの方が逃がしたらどうしようというような心配と責任感の方がいっぱいで、怖さは消えてましたね。僕は世界中のハンターを見ていますけども、動物を仕留めるときにかわいそうだと思っている人一人も見たくないです。で、ただし仕留めた後にみんなに獲物を持ち帰るときに文化によってそれぞれ違うんですね。本当にすごいでしょうって言ってみんなもまあパチパチって叩いてところもあるけども、アマゾン の、 一番長く付き合ってる連中なんかは、もう本当に子供が10歳の子が初めて獲物を取った時、帰ってきたらふてくされた顔をしてきて、母親にペルディスっていううずらみたいな鳥を取ってきたんですけど、ほいってなんてふて寝してましたからね。これは何かっていうと、威張っちゃいけない社会なんですよ。
これは何かというと平等社会ですから、あの山熊だと同じように分けるんだけど、物だけを平等にしてももう一つ問題があって、そしたら与えた方が威張ることになる、与えられたら借りができる。だから日本でもあのレジ行くと俺払うからとかおごり合いとかするわけじゃないですか。それは借り作られるの嫌だからっていう面もあるわけですね。でそれを打ち消すために、要するに獲物を取ってきたピグミもそうなんですけど、ね、こんなちっちゃい、本当はゾウ取ってきてもこんなちっちゃいつまらないものを取ってきて申し訳ないって言って帰ってくるんですよ。でそれは何かというと、物質的な平等だけじゃなくて精神的な平等を担保しようということでやっていて、僕の付き合っている町人が、まあ、少年が10歳の子がふて寝したっていうのは、 親とか兄貴たちのやってるのを真似してるだけなんですね。でもだから10歳の子だから夜中我慢できなくて、まあ、話し始める爆発しちゃって、だから本当は売れ行きとしょうがないんだけど、まあそういうふうな、それが美意識、彼らの美意識だってことがあの分かる。子供だから あの言っちゃうんですけど、大人はもう本当にあの、だからそうって言うとバレーボールはダメなんですよ。一点一点ではしゃぐっていう、ラグビーですね、トライしてもあのゴールしても、昔は、ね、今取り上がってますけど、抱き合ったり、あの見てもないですねでそういう美意識とか価値観とか文化によってそういう表現の仕方は違うということですね。すいません、もう30分以上過ぎてで今日はこれで、あさってはその3万年前の徹底公開の先生で、来週の火曜日は、たたら生物をまみさびで教えてくれた永田、先生という東邦大の名誉教授で芸大の教授もしてました。その人が、まあ、鉄の歴史、特にたたら、日本の鉄の歴史とか、あと鉄の凄さですね。鉄っていうのは本当に唯一、まあ、全ての元素は最後は鉄になるっていう一番安定した、元素らしいんですけども、まあ、その鉄の話を続けて、やりますので、また、興味があったらいらしてください。